田辺さん。はい。お、かぶりましたね。大前さん。はい。大前さんは、うん、お好み焼きと、うん、もんじゃ焼きがもし選べるとしたら、うん、どっち派ですか？あのね、はい、両方好きなのよ。両方好きです。はい。両方好きなんだけども、あの、関西で食べる機会が圧倒的に少ないのはもんじゃ焼きでした。僕のイメージでは、うん、大阪はお好み焼きで、うんうん、東京はもんじゃ焼きっていうイメージ。イメージだ、はい、そうだろ。だからなかなかこっちにいて食べることのできないもんじゃ焼きを選択する可能性があるんですね。あ、選択するんですね、うん、僕ね結構偏見と先入観で、うん、もんじゃ焼きは東京のもんやから大阪と関西人とか食べへんと思ったんですよ。それがね、まあ、先月か先々月かそれぐらいに1回食べる機会があってほぼほぼ初めて食べたんですよ。まあもんじゃ焼きって美味しいですね。なんか何とも言えんですけど美味しい、うん、美味しい。ゆっくり食べれるし、そう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 、これいいわ。最近ね、うん、食べてないけど、うん、もんじゃ焼きすごい好きです。そっか。でもね、どっちが好きかっていうとお好み焼きのが好きかも。あ、本当ですか。どっちが好きかって、ただ関西でなんかあでもんじゃ食べたいなと思う時あるのよね。あ、大前さん、うん、じゃあ東京ね、はい、仕事で遠征会場に行って、うん、もし一人でご飯食べるにそういう鉄板焼きのところに行ったら逆にお好み焼きって言うんですか？食べ東京でももんじゃ行くんです。東京のお好み焼き美味しないの。あ、そうなんですか、うん、いや、これはまあ偏見で、偏見って個人の感想ですけどね。たまたま僕見たところかも、はいはいはい、かもしれませんけども、うん、大阪とか全然。あ、そうなん、今日なんか初めて行ったお好み焼き屋さんやったけど、うんうん、美味しかった。めっちゃ美味しかった、ね、そう、すごい美味しかったんですよ、うん、うん、東京ではあんまりたこ焼きとかは食べない。たこ焼きは違いますね。あのなんかふわふわ感ゼロです。東京たこ焼き。なんかメリケンとの塊やね。そうそうそうですね。あれは面白いな。でもお好み焼きもちょっと粉っぽいさが、あ、そうなんです、感じますね。へー、ちょっと店によるんですよ、ね、ね。そうなんですよ。もんじゃ焼きって美味しいねんなっていう。美味しい美味しい。あのこの年になって新しい発見がありました。あのね、神戸のね、はい、元町にも元町、南京町の近く、はいはい、栄町通りの近くにもあったの、うん。今もあると思うんですけど。はい、あのオリックス球団の事務所があった頃からこれよく行ってますけど、あの辺なんかおしゃれな美味しそうなんです。多いです、ね、結構ね、知ってたらなんか分かるやろ。そう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 。だからまあまあそのもんじゃ焼きっていうのをよく食べました、ね、はい、美味しいよな。美味しい。もっと早く出会うべきや。また食べてください、はい、今日も実はそうなんです、ね、最初もんじゃ焼きのお店に行ったのよな。そうなんですよ。いっぱいあって、そう、めっちゃ並んでて、並んでて、で次のお好み焼きったらまた並んでる。どっちが少ないかなってなったら、まあこっちのがちょっと少ないかなって言ってお好み焼き行ったんで、そっち行ったの。はい、おっさん2人でお好み焼き食べてきました。木曜日の梅田で。そうです。梅田人多いな。梅田人多いですね。やっぱ神戸って少ないな。これ考えたら僕ら大好き、慣れてる ね、やっぱりね、神戸ぐらいの街の規模が好きやなってちょっと思ってます。わかるわかる。程よいやな。程よい。まあ、綺麗は綺麗ですもんね、メダルもね。回転しました。回転しました。手がだるかったから、ね、なるほど。手でも出ねえねんぐらい大体ですね。ありがとうございます。はい。すいません。もう、大阪のグランフロントの下で喋ってます。そうです。あの、はい、浮き書きがあるところです。そういうことですよ。ねえ。でも、外国の方多いですから、外国の方多い。まあ、見渡す限り外国の方が多いです。多国籍で多いです。お前やな。はい。でもね、これがね、難波とかに行ったらね、もっと外国人多くて、僕、まあまあ歩くの早いんですよ、うん。大阪って歩くのが早いのがいいとこだなって思ってるんですけど、うんうんうん、最近難波のあの商店街歩くのみんなめっちゃ遅いとか。あ、観光客の方が多いから。あれがストレスです、ストレス。あの、なんか関西の人は歩くの早い言うのが、大阪さん早いですよね。早く歩きたいから。そうですかね。ちょっともうそこ、あのチンタラ歩くんやったらそこ、開けてくれる？そう、開けて、そう、一個開けて。なんでそこ4人並んであれ、ジーネ75かって知らん。知らん。すいません。そ知らん。それはちょっと分かった。分かりました。木で救急さんならば。ああ、なるほど。リスナースターやったら分かるかな。ジーネ75横並んで歩いとんねん。滑走路。滑走路？飛行機ですか？飛行機の滑走路をオープニングで。かっこいいですね。かっこいいんです。でも滑走路やったらまあまあ道広いと思いますけど、うん、梅田の道は狭いんです。そうです。なんばの商店街、震災前の商店街、横にね、広がって歩いたり。でそれで、ましてこうガラガラとか聞いてたら大変だよね。そうなんですね。本当にそう。そうそうだよな。そんな感じで。はい。今日は珍しく大阪からお送りします。大阪からや。大体大阪から、大体大阪をなんか通ってる高速の上では喋ってる、ね。そうですね。高速の上では喋ってる。大阪でこうやってじっくり時間を過ごすこと。
ほぼほぼないですね。いやだから今日、まあ、たまたまね、はい、あの大阪の本町、肥後橋の南側、うん、本町の北で、まあ、スタジオがあってね、はい、ホットファクトリーさんっていうところの、そこで、配信の仕事があって、はい、で終わってから、歩いて帰ってきたんですね。歩いてあの四つ橋筋を北上して帰ってまいりまして、はい、でまあお好み焼きでも何か食べて帰ろうかっていうので、うん、美味しかったなって言ったらっていう、そういうことです。でまあ明日も世間は仕事や、金曜ですからね、明日金曜やな、はい、でまあもう9時回ってますわみんな早く帰れへんねんな。いやすごいですね、みんな元気やなと思いますね。そうやね、普通にまだね、あの並んではるもんな、食堂街やレストラン街な。だって僕らで後ろいましたもん、いたいた。何時に帰るんやろ、今まあまあ10時ぐらいまで店は開いてるかもしれないからね、うん、そんな考えたら高いやね、高いです、大阪市もちょっと高いです。僕はたまに仕事東京行くけどやっぱり人多いもん、神戸の本当あの感覚感じがちょうどいいね。ちょうどいい、そうそうなんです、うん、本当にそう、そうそう、だから神戸の今センター街9時過ぎてみ、センター街はほんま異常にいないですね。歩いてへんで、歩いてへん、ほんまに。あの三北通りとか多少お店あるけど、あ向こうはね、あっちはね、阪急の北側はね、センター街の人の皆さんちょっと異常ですよね。いやもうほぼほぼシャッター閉まってるし、この時間からね。そう、閉まってます。店開くんで11時なんです、うん、うんうん、いや店閉まる20時なんですよ。あ8時で閉まるもんね。9時間しか2時間営業、そうです、そうめちゃくちゃホワイトやなと思ってホワイト梅田ってなりますけど、ね、ホワイトしかありません、はい、そうですか。まあでもね、だからあの感覚で言うともう9時回ったらもうあの、うん、あほぼ人通ってない、通ってないですね、うん、なんなら暗いし電気通されてて、だからみんなシャッター閉まってるもんな。それから考えるとまだまだこれから明るいですよ、はい、もう全然もう夜はこれからって感じ、みんななんかやる気満々やん、やる気満々ですね、俺ら帰ろうとしてるから、そうそうそう、はい、そんな感じで今日は大阪から神戸さんと共にお伝えしてまいりました、はい、本当に楽しかったです。またまたそのうちまたやりますので、はい、カズラジに出てもらいます。ありがとうございます。神戸、あの東京の歌頑張れ。あ東京の歌、はい、頑張ります。結局また会う日まで歌うことになります。お同じ曲にしてくださいというエントリーした曲、指定がありました。で今度はもう生で、生っていうかカラオケをバックに生で歌うと。そうです、そうです。でアンプで、うん、まあ本当にパフォーマンスをしてくださいね。前はカラオケ大会やったんで、前のカラオケの画面に字幕が出て、ああそうかそうか、そうなんだし、ちゃんと見ずに帰って歌詞も飛ばんようにね、はい、あの入場無料やった、うんうん、秀樹久さん、秀樹久さん東京らしいよ。そうそうそう、どこだった、原宿、いや赤坂、あの赤坂草付きホール、ね、まあまあ、まさかの草付きホールで入場無料だそうです、うん、はい、11月の4日でございます何時から、いやちょっと時間は聞いてない、時間次第、まあ、まあまあ早かった、朝から受付やってます。で結構エントリーがあるから長いでやってるってことだよね。まあ一日中やるみたいですね。一日中やる、はい、楽しみですまた結果はご報告、ちょっとそれまた教えてくれる、はい、まあ、頼む、待ってます。じゃあね、はい、はい、でも帰ろうかも、ありましょう。我々もちょっとこういう深夜には向いてない、向いてない、深夜は向いてるけど、神戸の深夜はたまにやってるね。でも深夜やったら深夜らしく、うん、もっと深夜っぽくなってる。そうそう、メリケンパークぐらいの深夜感がいいです。メリケンパークこの時間誰もおれへんと、そう、だからあれぐらいがいいですね、ほぼほぼね、いいわけで、はい、じゃあまた、はい、お疲れ様でした。